はい、みなさん。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日は日曜日なんでですね、日曜日は恒例数学算数のお話をするんですね、えー。最近はですね、このテーマに沿ってやっております、そろばん算学習が算数授業で実際どうやって有利になるんですか、えー、実際算数、まあ4年生ぐらいですかね、4年生前後の算数の、えー、授業の内容に沿ってですね、 実際、えー、ソロン学習をやってる子たちは、えー、こうやって、あの、有利に算数の授業を、こういうような考え方で有利に進めてるんですよ、という、 えー、お話をちょっとしていきたいと思います。今回はですね、えー、式と計算ですね、いよいよまあ文章問題というかですね、えー、今回のポイントは、カッコのある式を作れるようになる。一つの式でまとめることを、えー、これで学びますよ。まあ文章を読んでですね。 という感じになります。さあ、じゃあやっていきましょうか。えー、150円の定規と450円のコンパスを一つずつ買って、 100円を出すとお釣りはいくらですかというような文章問題ですね。まずいろんなまあ解き方ありますよね。えー、1000円からそのまま150円引いて450円引いてえ答えを出すというやり方でもいいですし、だいたいやっぱり人ってあの文章の順番通りにやっていきたい。やっぱりやっていきたいでしょうから、もう150円の定規、150円の定規と、 えー、450円のコンパス買ったんだと。じゃあ、これで、えー、1個ずつ買ったから、そのまま足せばいいよね。600円だよね。600円ですと。で、1000円を出すとお釣りはいくらだから、じゃあ1000円から600円引いちゃいますと。えー、そうすると、お釣りは400円ですよね。という、えー、式がありますよね。で、 大体いい文章を読んで、150円の定規と450円のコンパスを一つずつ買って、ね、それがこの上の式ですよね。文章のストーリーの順番。で、1000円を出すとお釣りはいくらか。これが、このストーリーの順番でいくとこんな式になりますよね。ただこれをですね、ね、二つの式を一つの式に表して答えを求めましょうというのが、この学びのポイントですね。じゃあその一つにするとき、この のある式を使うんですよじゃあ、実際に、えー、そろばん学習やってる子って、もう頭の中で文章を読んでると、これ一つの式に実はしてるんですよね、自然に。えー、っと、子供たちは150円の定規と450円のコンパスを一つずつ買って、もうこの段階で600って合計出してますからね、頭の中で。 で、1000円を出すとお次くらこんなんもう式も書かずに、その出した、頭の中で出したこの600円を1000円から引いて、えー、答え400って出してるんですで、もう、子供たちじゃあどういう順番やっぱり、え一、ー、つのストーリーで、えー、登場人物を順番に頭の中で計算してるんですよね。150円の定規と450円のコンパスを買いましたと。で、もうこれで600円ですと。 で、1000円出して、お釣りはいくらかと。じゃあ、1000円出して、そこから、このカッコの中の600円を引いた400円なんだよ。このイメージですね。このイメージ。このイメージがもうできてるんですよね。あとは、えー、そこで、まあ、ワンポイントとしてアドバイス。本当はワンポイントとして、 えー、ゴリ先生なんか、ソロバン暗算学習と、えー、算数って同時進行が一番いいと思うんですけど、あの、なぜかというとですね、この時に頭の中のソロバン暗算学習をやってる子たちはもう一本の資金してるんですよね。一本の資金できてるんですよ。あの、一本の資金できてるんですけど、このカッコの使い方、要は計算の順番はカッコの中から先に解くんですよというのをですね、しっかり教えてあげれば、もうそれは、 この括弧から先に解くんじゃなくてもうそろばん座学習をやってる子たちはこの順番でこの順番で解いてるんですよねただ当然、えー、基本的には、えー、計算って左からこう順番に解いていきますし書き、えー、割りがあった場合はそちらから先に解くっていう順番があるわけですからまず先にこれを ただ先に600円出しちゃうとマイナスになっちゃいますからね。600引く1000になっちゃいますから、えー。そうじゃない。そうじゃない場合は、やっぱりこのカッコ。カッコ。カッコをしっかりつけて、こっから順番とくんだよ。もうだから、そろばん算学習やってる子たちは、そろばんの計算の順番はそれでいいんだよ。ただ、これを先にやる場合は、カッコをつけときなさいね。で、合計600出して、そこから1000円から600引いて、400出す。もう、ここら辺が、ス、え、ッ、ー、と。 しっかり、えー、入ってくるんじゃないかなというでそういう意味では、えー、非常にそろばん暗算学習をやっとくとこの辺り式を一本にまとめるカッ,コをつかカッコのある式を作る、えー、ここら辺は非常にスムーズにいくんではないでしょうかはい、えー、今回もですね最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございます感謝ですそれではまたお会いしましょうバイバイズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます興味がある方はぜひ 概要欄をチェックしてみてください。